安倍政権はその独裁性ゆえに地方創生を地方を創生させるどころか日本を破壊し国民を不幸に陥れつつあります。その大きな理由は次の通りであります。一つは我が国は本当に民主主義国家なのか疑いたくなります。その具体例は解釈を変えて集団的自衛権の行使を容認しただけでなく、それを前提に安全保障関連の法律を改正しようとしていることに加え、法案の提出も国会での審議もなしに日米防衛ガイドラインの改正を米国と協議しようとしていることです。また国民の救済が目的の行政不服審査法によって沖縄県知事の指示を無効にしたことや、政権与党が報道の自由を脅かすようなことをしていることは大変心配であります。二つ目はアベノミクスによって日本が破壊されることです。確かにデフレマインドを払拭することには成功したかもしれませんが、過度の円安政策は日本をダメにします。